皆さんこんにちは。相変わらず漢字の読み間違えで分かりづらいナレーションで申し訳ないのですが、今回も猿は撮影を外でやったので4分間ほどの短い動画ですが、私の方で解説しますのでよろしくお願いします。今回は以前 DIY で改造した伸縮性のマシュマロ串を使って朝ごはんのプチアメリカンドッグを焼いてみます。熱源ですが、メラメラ燃える焚き火の炎だと食材が燃えてなくなってしまうので炭火にします。炭に火をつける前に小さい焚き火で火を起こししました。焚き火に火がついて上昇気流ができたら、セリアの火起こし器にセリアの炭を1袋入れて着火します。今年は庭に熱湯を張るのをサボっているので、しばらくやっているとかがやってきます。そこで蚊取り線香に2箇所着火してハンガーに吊るしておきます。8月も中旬になり、毎日うだるような暑さが続いていますので、焚き火は早朝か夕方以降でないとできません。今映っているようにソーセージにホットケーキミックスをまぶして焼くだけです。シンプルな調理方法ですが、肉と炭水化物が同時摂取できる簡単モーニングなのでおすすめです。初めて焚き火で伸縮串を使って調理したのですが、やけど防止のため串は焼き始める前に伸ばしておいた方が良いです。動画に映っているように串は手で持って焼くのではなく、鉄筋の上に置いて放置しています。その方が楽なのですが、炉がない場合は一工夫必要です。今回は2本の自作串と比較用に1本の製品を使ってご紹介します。製品はスポーツオーソリティで売ってあるマシュマロフォークです。1本539円しますので、100円ショップの串5本分です。 DIY で作った串と比べると伸縮部分は動きが少し滑らかでいいですが、握るグリップ部分が細すぎることと、地面に置くとくるくる回って転がる点はいまいちでした。焚き火が燃える炎が収まり、炭火になるとこんがり上手に焼けるようになってきました。とても美味しかったのですが、動画に映っているソーセージよりももっと細いタイプのソーセージの方が良さそうでした。というのも、周りにつけたホットケーキミックスは薄いのですぐに固まるのですが、ソーセージ内部の肉を焼く時間が足りないからです。まあこれもまた一つの経験ですね。ただはっきりしたことは、串の先端を尖らせておくと、そうでない場合に比べて圧倒的に突き刺しやすく、調理がしやすいし、食材を傷めず優しいという点です。尖ってない串でソーセージを刺そうとするとソーセージが転がって逃げるので、結局手で掴んで刺さなければならなかったのですが、先端を尖らせた串の場合はソーセージを逃がすことなく仕留めることができるので、まな板や流しがない外で行う調理の場合は特に重要だと思いました。8月は朝10時を過ぎた頃から毎度油ゼミの声がにぎやかになってきます。つくつく帽子や日暮らしの声はそうでもないのですが、油ゼミやミンミンゼミは特に夏の暑さを感じさせます。ということで、そろそろ退散して家に戻り、シャワーを浴びてエアコンの効いた涼しい部屋に避難することにします。今年の夏もまだまだ暑くなりそうですので、皆さんもどうか熱中症にお気をつけてお過ごしください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。差し支えなければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後の最後になりましたが、自作ハンドルの場合は、このように、レンガの角などに引っ掛けて、箸休めならぬ、串休めをすることもできることをご報告します。DIY で作った後で、実際に使ってみて初めて気づくことって多いのですが、この発見は猿としては結構嬉しい発見でした。また串焼きを楽しんだ後で、日も昇った暑い中、焼き芋を鉄ブラシでゴシゴシ洗うという重労働から解放されたことの快感は言葉では言い尽くせません。この点は DIY を思いついた当初の想定通りだったので、猿は大満足しておりました。以上、私の解説も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんからのコメント、ご提案、ご感想などなどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。